はいえっと、では次7章の説明をしますで7章は「レポートを組み立てよう」というところです。でこれは分かりやすく正確に書くっていうことでこれつまり誤解がないようにより効果的に皆さんの,その書きたいこと内容をこう伝えるにはどういうテクニックがあるかあるいはどういうところに気をつけたらいいのかっていうことになります。で主にですね、えっとまあ、ここにもありますけどパラグラフライティングですね。あの堀先生のの講座の時にも リーディングの説明の時に出てきましたけどもつまり書かれ方をよく分かっていると読み方もよくわかりますよという話でしたねこれはまたそれの裏返しで書き方それを使った書き方について説明していきますね他にも文章を簡潔に分かりやすく書く方法であるとか引用するときのポイントなんかについてちょっと説明をしていきたいと思います はいで、まず7-1パラグラフライティングをしようっていうところがありますね。で、パラグラフライティングっていうのは、いわゆる日本の段落とは違います。って、話は堀先生のところでもあったと思います。つまり、あの日本の国語教育っいうところの段落。これはもうどんどん変わってきているので、一概に言えないんですが、まあ、何て言うんでね？昔で言えば大段落中段落小段落みたいな感じで意味や話の流れのあの特定の場所でえっと。 切っていくやり方ですねどちらかというとつまり巻物みたいなものを作ってちょうどいいとこで切っていくっていう感覚なんですけどもパラグラフライティングのパラグラフの考え方はどちらかというと,えっとその長いものを作って切るというよりはあのののももをいいいくくつも作ってて積み上げていくっていうのは発想なんですだからちょっと,えっとパラグラフといわゆる日本のえっと高校教育ですねで語られているところのいわゆる段落とは少し意味が違います。 ですから、えっと、パラグラフライティングはことさらに何らかの,その目的で作る文章の塊を指すんです、ねはい。ですからそこをちょっと意識してもらったらいいと思います。でことでこれに関してはあの堀先生の部分でもですね話があったと思うんですけれどもこれ木下これをって言ってこの人。 この本ですね、えっと、レポートの組み立て方というかレポートライティングの古典的な名著とされているものですけどもこれの中で日本語では説明されているのを引くことが多いんですけれども「でパラグラフ」とは文章の一区切りで内容的に連結されたいくつかの文からなり全体としてある一つの話題についてある一つのことなし考えですねを言うあるいは記述する主張するものである。 といいううふうに定義されていますつまり、えっと、適当に変えて区切るんじゃなくて何らかのことを言ったり主張したりするために作られている文章の塊だということです。ということです。ですから、えっと、そもそもそういう目的があって作られるのでその中にはトピックセンテンスつまりこの目的のためにこの文章は作ってますよこの文章の塊ですねいくつかの文から作られている文章の塊。 を作ってますよということを示すまあ看板ラベルのような役割を果たす文が必要になってくるわけです。であとそれに対してそれをサポートするようなセンテンスつまり文章も必要になります。ですねよいしょ。で次 であとはコンクルーディングセンテンスですねこれはあのえっとパラグラフの最後に出てきてまあ何うんですかねまとめみたいなことをするセンテンスなんかも必要な場合があります。はい、ですね。で、えっと、この中で特に大事なのがトピックセンテンスでパラグラフの内容の核心部分を一文で表したものをトピックセンテンスと呼びますって書いてあるように。 トピックセンテンスはパラグラフの中の代表選手のようなものですねですからこれはパラグラフを構成する時には必ず作らなければいけませんでトピックセンテンスはパラグラフの先頭に置くのが望ましいとされていますでこれはえっとまあ日本語の特に文章ではえっと言いたいことを一番最後に言いたいっていうようなベクトルがあるのでどうしてもパラグラフの底つまりコンクルーディングセンテンスの位置に持ってきたがる。 結構あるんですけれどもこれはえっと後でもちょっと説明しますけども読者にとってはパラグラフの先頭に第一文章にあった方がそのパラグラフを読むべきかどうかあるいはどうやって何について書いてあると思って読めばいいかということが分かる目印になるのでやっぱりあの読者にとってフレンドリーであるということを視点に据えればやっぱりトピック・センテンスは最初パラグラフの 一番頭に置いてここから語る内容は要するにこういうことですっていうことが分かっている方がいいんですね。はい、で、えっと、パラグラフのじゃあ例を見せましょうで次のページになりますね。でパラグラフねこれあの堀先生の回でも同じもの出てましたよね。えっとこれ大阪大学の総合図書館についてのパラグラフ。 ですね、大阪大学の総合図書館は学生の自主学習支援機能の充実した図書館であるっていうのがトピックセンテンスとありますしてありますその後の文章の塊がこれがサポートセンテンスでその次の、えー、と一番最後の、えー、とセンテンス文章文があコンクルーディングセンテンスになりますでこれはですねつまりトピックセンテンスはいわば、えー、と箱の蓋です でサポートセンテンテスは箱の中身ですでコンクルーディングセンテンスは箱の底とということになりますつまりこれどういうことかというとつまり箱の蓋のにこれが書いてあるわけですね。大阪大学の総合図書館は学生の自主学習支援機能の充実した図書館であるって書いてあるわけです。でパカッと開けたら中身にその具体的な内容が書いてあるわけです。で全部読んで それを最後まで見たら最後のそこにも書いてあるわけですね。以上のように大,学の大阪大学の総合図書館は実習学習支援機能の充実した図書館だって書いてある。でこれでダメ押しをするっていう形ですね。はい つまりまあ、だから箱,です、まあ、なか箱の蓋にですね「私の好きなおやつ」って書いてあって中パッと開けたら中にこうまんじゅうとかシュークリームとかがいっぱい入ってるわけですねそれをパク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 食べてでそこを見たらですね「私の好きなおやつ」って書いてあればそれでああ確かにこれはおいしいおやつが入ってたっていうので中身をその満足して受け取ることができるわけですねでこれがですねつまり、えー、と私の好きなおやつって書いてあるのに パッと開けたらですから、えっと、あるいはその混ざってるシュークリームと石とかですねなんかカエルとようみたいなのが入ってたらダメなのでやっぱりこういう,うなあのちゃんと蓋に変えてある通りのことを中に入れてで最後にこれを入れるでただあの今の例えで分かるように中身を全部食べた後は空っぽになればもうそれはそれでいいのでだってそれまでのものを味わったんですから。 これはあっててももなくてもいいんですね最後のコンクリディングセンテンスは内容が理解でできて十分であれればこれは要りませんどうしてももう一度言って必ずこのパラグラフで言いたいことをもう一度読者に理解してほしいという時には最後につけると効果的だっていうこ,とこれはなくてもいいです。つまりちゃんと蓋の箱に「これ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 」の内容って書いてあってパッと開けて中に外と他側のことが書いてあれば読者は納得します。 でですので、まあ、これはあってもなくてもいいんですけど、まあった方がまあ丁寧というかよりまああの何ですかねあの重ねて主張することができるということになります。はい、で、えっと、つまりこういうふうにトピック・センテンスを備えたパラグラフっていうのは一つそれぞれがブロック箱になってますから、えっと、我々がですねこのパラグラフライティングの考え方で文章を作るとする場合は パラグラフをつなげて説にしようというのを7の1の4に書いてありますけれども、これはつまり、そういうそれぞれの目的のために作られた箱をどんどん積み上げていって変えていくっていうことです。はいで、その時にですね。重要になテクのはこれ先生の書いてですね。あの構造読みとか。 あと精読をやりましたよね。で精読の時に図解してみたりとか、まあ、内容をこうまとめて整理してみたりということをやってましたよね。だからああいうのはつまりこれあの裏返しなんですね。つまり、えっと、よく書かれているものはそのパラグラフをうまく配列してで非常に分かりやすい構造を持っているんですね。だから それぞれのパラグラフを分かりやすいように配置してでそれを読者に伝えるということが重要で,でつまりパラグラフライティングをするとつまり感覚的にうわっと書いて切っていくんじゃなくて何らかの目的のためにいる必要なパーツを作っていってそれを分かりやすいように並べていくということを意識して書くやり方なんですね。だから読者に分かりやすくなりますしあと当然それをしようと思うと。 整理しながら書かないといけないので。著者の思考が整理されます。つまり、これはいる、これはいらないとかですね。これは最初に言って、次にこのことを言って、最後にこれを言おうっていう,ふうに。思考が整理されます。で、あと、えっと、技術的なこと言うと、加工や修正が容易です。なぜかというと、つまり、箱ごとに内容ができているので。こ,れこの情報もいらんってなったらですね。そのまま捨てられるんですね。今はもう、皆さん、パソコンとか、でつ、えっと、ワープロですね。 ですからこれがですね箱の中につまり A ということ以外の B や C や D が混ざって入っているっていう状態だと A の部分だけいらないっていう時に一度箱から D とか C とかを全部取り出してでそれをまた別のところに入れてっていう作業をしないといけないのでパラグラフライティングをちゃんとやっておくと。 加工や修正がとても簡単にできるんですね。だからそういうに技術的な点でいってもこのパラグラフライティングをするっていうことは非常に有効な手段になります。じ、は、ゃ、い、次のテクニックにいきましょう。21ページの7の3のところですね。客観的な記述を心がけましょうということですね。でえっと 文章表現で特に注意すべきなことは客観的な記述をすることだっていうふうに最初に書いてありますね。でこれ何がいけないかというと例えば私は何とかだと思うとかだろうといったような主観で語っているようなものっていうのを対応するのはやめましょうということを書いてあるわけです。つまり客観性にかける記述についてこれ「私語」って呼ばれることがあるんですけれども。 でこれ私語りをすることをやめてでえっとつまり客観的な証拠に基づいて語るということをしないといけないっていうことですねはいつまりこれあの証拠もないのに言ってしまうということはよくあってえつまり例えばあのよくこうま大阪のおばちゃんの会話みたいなんでですねあのあの俳優は離婚したらしいで知らんけどみたいなそういうことを言うことあるあるじゃないですか。 つまり、えっと、私はそう聞いた <laughs> そ,うそんなふうに思ったで事実かどうかは知らない <laughs> というようなことを言う場合があるで,あるでしょう。だからそういう感じでその人の主観とかですね、えっと、思いだけで書いていくで特にあの客観的裏付けがない文章というのは結構多いんですねだからそれを書いたらそれはアカデミック・ライティングにはならないのでちゃんと証拠を探してそれに基づいて書きましょうと。 それでいうと例えばこれ私語りの英文としてこういういのを挙げてみましたでこれはですね「えっと、出典は文献は15」って書いてあるのはこの冊子の最後に文献目録があるんですけれどもそれの中の15番はこの、えっと、佐渡島沙織先生と吉野文子先生のこれから研究を書く人のためのガイドブックってこの本の中に載ってる文章なんですけれども。 えっと私語りの例文ですねこれ「まる大学図書館は罰金制度を採用するべきだ」と私は思う現在のまる大学図書館は本の返却が遅れるたびに罰則点がたまっていく方式をとっているようである図書館のウェブページを見てみると罰則点がある程度たまると貸し出しができなくなると書いてあることが分かった当然のことながら試験前に貸し出しができなくなると困るので。 学生が本を返すだろうという考え方であろうということですね。えっ、ー、と先生これかなり問題がある文章ですよね。ねえー、特にいろいろあるんですけど例えばこれ全部あかんところを色をつけるとこういう感じになるんですけども、うんですね、こういうところでやっぱり、ね、私は思うっていうのねだからとかえっとようであるというね。これだから するべきだと思っているんだったらもうそのまま言い切ればいいですね。するべきだとで思っているから書いているのでしょうけどもそれは別に書く必要ないんですよね。で、えっと、これつまり非常に主観的な表現です。で取って方式を取っているようであるでこれも調べたらわかるんですか取っているんだったら取ってるんだし取ってないんだったら取ってないんだからちゃんと調べてで取っているんだったら取っているって書けばいいわけですねで。図書館のウェブページを見てみると っていうのはありますけど、これは別にあのね。量子力学の世界じゃないので、うん、観察で、ねね、<laughs> したらそれが起こってしなかった。起こらないってことはありえないですよねだからえつまりこれその人がウェブページを見るかどうか。なんて読者にはどう？どうでもいいんですよね。で、そういう罰則があるってことがはっきり。例えば何かパンフレットとかね。図書館の。 あるいは規則の中に書いてあればもうそれで別にこんなことをその人が実際にあったことを書かなく必要はないですねその思考の内蔵みたいなことを書く必要はありませんで罰則伝がある程度たまるとできないと書いてあることが分かったというねその書いてあるのとは書いてあるっていうふうに言えばいいのでその人を書いてあるということを理解したということをここで読者に言う必要は全くありません読者に対しては何の意味もない情報です で最後これ「だろう」という考え方であろうこれまあ二重の推測みたいな感じになってますよね。これはもうちゃんと図書館の人に「本当にそういうつもりでこういう制度してるんですか?」って聞いてでえっと下知を取ればいいわけでつまりこれも証拠があれば言い切れることです。本を返すという考え方だと。だからこれつまり何が言いたいかというとつまりこれ非常に主観的であることの原因はこれを書いた人がちゃんと仕事してないからですね。つまりりちゃんとと調べたりとか あの確かめたりするということをサボっているのでこう書かざるをえないということですね。いうことですね。だからあの堀先生のところでもあのえっと問題になりましたけれどもつまり批判読み単んかをするときにちゃんと証拠に基づいて語ってるかどうかということは大事だとおっしゃってましたけどこういうところに現れるんですね。つまり自信がないところは思うにしてしまうっていうようなこと本当かどうか知らないけど私はこう思うっていうようなところ。 だからよくまあ青年の主張みたいなんで「私はこうすべきだと思う」っていうのはそれはそれで自分の意見を言っているっていう点では美しいことなんですけども学問の世界では思うだけではだめでやっぱり私はこう思うっていうだけだと思うてるだけ私がそう思ってるだけで本当かどうかは知りませんっていうことなのでやっぱりこれはこうだって言い切れないといけないんですね。とは書かない,っていうことがやっぱり大事だと思います。 はいですから私語りっていうのはつまりこういう主観的で客観的証拠がないまま書いている文章なんでやっぱここは気をつけないといけないということですね。これあの結構ありがちですあの特に小学生1年生とかの段階だとよくやってしまうのでちゃんと調べてあの言い切れるような内容にまあブラッシュアップするということが重要ですね。あで次の内容に行きましょう。 はいでえっと、次一文一義です、ね、これ一文は一つのセンテンス文章は一つの意味で書きましょうということですねつまりこれ、えっと、長く,長く特に長文を戒める言葉ですねまあ短い文章でも一文一義の反対一文多義になる場合あるんですけれども多くの場合一つの文章の中にたくさんの情報を詰め込むと理解がしづらくて曖昧な文章になります。 で例えば、えっと、主語と述語が対応しないようにねじれた文章になる場合も多いですつまり副文化がどんどん進んでいくと最初に設定した主語と最後にある述語が対応しないということが起こりえるんですね。ですのでつまりできるだけ、えっと、コンパクトに書くっていうことは重要なテクニックなんですね。はでそれを心がけておくとつまり論理性も高まるんですね。 なのでその辺の例を少し見てみましょう。で一分一匹にじゃあこうなってないものを一分一義にしてみましょうということをちょっとやってみたいと思います。で次の文章を1分一,文一義にしてみましょうですね次「アミラーゼという酵素はグルコースがつながってできたでんぷんを分解するが同じグルコースからできていても形が違うセルロースは分解できない」。 これ身辺生物基礎っていうは高校の教科書まあ今から10年ぐらい前のもの今はもうね生物こう名前変わってますけどこういうものなんですねこれはまあ,ある業界でよく取り上げられている「アミラーゼブン」っていってこうあの読みにくい文章だっていうのでまあやり玉に上がってるものなんですけどもこれ何で読みにくいかっていうとやっぱりあの一つの文章の中に複数のことが入れ込まれているので読みにくいんですね。 はい、でこれ実際にじゃあ切るとしたらどうしたらいいかというとどうですねよいしょ,次かよいしょこうかなはいごく簡単に分けるとここで切ればいいと思うんですねアミラーゼというコースはグルコースがつながってできた澱粉を分解するんだってことですねしかしアミラーゼは同じグルコースからできていても澱粉とは形が違うセルロースは分解できないっていうことですつまりこれはは、えっと、アミラーゼは グルコースがつながってできたデンプンを分解することができるっていうこととでも形が違うセルロースは分解できないってこの2つのことを入れ込んでしまっているので、えっと、分かりにくくなっているんですね、はい。ですからこういうふうに分ければいいわけです。ただこれももっと、えー、さらにですねよいしょ分けることができて。 ここでもまだむず、えっと、ちゃんとなってなくてこれアミラーゼという酵素はグルコースがつながってできてでんを分解するしかしアミラーゼは同じグルコースからできているセルロースは分解できないでこれになんでそうなのかというとなぜならセルロースとデンプンとはグルコースのつながりの形が違うからだということですねつまりこれアミラーゼという酵素は、えっと、そのグルコースの形によってこういう 酵素の反応が起こってるんだということを説明したいので例として上がってるはずなんですけどこれつまりそういう部分要素がですね、端折られて一つの文章にまとめられているのでこういう形になるんですだから実際に本当に言いたいことを分解するとこうなるのでだから本来は最初からこう書かなければならなかったんですねなのでここまでするとだいぶ言いたいことがわかりますでさらによいしょよいしょ とここまですると出てくるのがこういう接続表現ですよねつまりもともとの情報が一つの袋の中にぎゅうぎゅうに放り込まれてあんまりその論理性を持たないまま情報が開示されている状態から一つ一つを分解して並べて文章を分けていくと当然文章と文章との間の関係を説明しないといけなくなるので「しかし」とか「なぜなら」みたいな言葉が必要になってくるわけですね。 つまり一文一義自しないで一文多義のまま放置されている文章というのはこういうところをはしょってです、ね、だから書いている時著者はつまりこのアミラゼという酵素の働きにこのえっと物質の形が重要なんだ酵素の反応にはその形が鍵と鍵穴みたいな感じので噛み合うことが重要だっていうことを知っているので。 こういうふうに書いちゃうんですけども読者はそれを必ずしも知っているとは限らないのでやっぱりこういうふうに分けてで論理性をこう持たせるために接続表現をちゃんとかませてでこれぐらいの文章にしないとやっぱり本当は分からないんですね。だから一分一義にすることによって文章をまあ研ぎ澄ましてで内容をはっきりさせて読者に伝えたい内容を提示するということが可能になります。だからえっと書き飛ばしてしてまわないで この文章、なんかちょっとややこしいな、とか、妙に長いなと思ったら、こうできないかどうか、をちょっと考えてみてほしいってことですね。はい、あの、で、まあ、あの、いくつか練習していくうちに、まあ、長い文章を書くのが気持ち悪くなってくるぐらいになったら、まあ、ほぼ達人の域。ですけど、まあ、最初は、まあ、自分の文章、ちょっとこれ長いかなと思ったものを少し、こういうふうに考えてみたら。あの、一つヒントになると思います。それぞれの要素を分解すると、それぞれの要素が本当に正しいかどうかを。 検証すすることも簡単になりますよねそうですね、はい、ですからこの理由なぜならこういうことかな形が違うからだっていうのことをこう出してきたり本当にこれ分解できないのかどうかなんていうのもそれぞれデータで照らし合わせたりとかすることが必要になるしまあ必要があれば例えば図をつけたり表をつけたりとかするっていう形で、まあ、より分かりやすい方にこう転がっていくということですね。これだからら全部つづめなまま放っておくとそういういい発想に至らない と,いうことでここまでが1分1ですね。いはいですね。で、えっと、では、えっと、これ7章最後の部分にありますかね。で引用について説明します。えっとこれ自分の文章の中に他の人の意見を入れるっていうタイプの部分です。えっとやり方なんですけど。これあの えっと皆さんも承知していると思いますけれども論文とかレポートの中に他の人の意見を盗んで置いておくということは非常に重い罪になりますのでそれを防ぐためには的確に引用するっていうことが必要なんですね。つまり私の意見と他の人の意見を明確に分かるように分ける必要があります。でそれを混ぜてはやっぱりいけないんですね。でそうすると盗んだと思われますのでちゃんと分けて書く必要があります。 でこれを分けて書かないとまあ泥棒であると見なされるっていうデメリットがあるのと同時にもう一つ皆さんのせっかくのアイデアが他の人の意見に混ざってしまって誰が言ってるのか分かんなくなってしまうっていうつまり自分の意見もちゃんと伝わらなくなってしまうのでちゃんと分けて書く必要があるんですねでここで紹介するのはじゃあどういうふうに分けるのかっていうことのまあテクニックです。で1つ目がえまあ会議括弧に入れてしまう引用ですね。 で次がブロック引用つまりこれ一塊にして引く引用で要約引用はほ他の人の文章のある程度の量のものを自分の責任で要約するまとめて書くものです。ですね。でそれぞれですねあの注意点ありますけれどもこういう会議学校によって他の文章から丸ごと取ってきたものやブロックによって取ってきたものはそこのもの文字なんかに関してはあの 一言一句変えずに引くっていうルールがあるっていうことと必ずどこから引いたのかこれは当然あのネットの情報もそうですね URL なんかをちゃんとやってどこから引いたのかっていうことをちゃんと示すっていうことが重要ですで。すでそれぞれここにですねえっとそれぞれのこの本の中のここを見たら例がありますっていうのがあるのでそれちょっと見て確認しておきますね。 で鍵かっこ,引用です、ね、これ先ほど出ましたよね「木、え、下、ー、これのレポートの組み立て方の中に書いてあります」っていうね。にして「鍵括弧」に入れてこの本の内容についてえっと引用してますよね。で,で最後にちゃんとこのページ数が打ってあります。でこういうところが重要です。これこの本自体はまあ300ページも200数十ページぐらいの本ですけどこれが例えば。 この木下先生の本がですねえっと2000ページぐらいあるような本だったらその中がこのフレーズを探すのは大変なのでやっぱりちゃんとどこから引いたのかっていうことを書くっていうことがやっぱり重要ですこういう感じで会議学校に入れてフレーズをあの丸ごと持ってきて置くっていうやり方ですねでこういう方法ですでえっと次のですねよいしょですねブロック引用ですねでこれはちょっと見にくい でししああこれもちょっと難しい。ページで,いいかなでこれえっと戸田山先生ですねこの本かえっと「審判論文の教室」っていうこの本の中に出てくるものですねでここのブロックインなんですけどもこれえっと戸田山先生の審判 論文の教室にもとても良い説明がありますので引用しますってあってでここちょっと分かりにくいんですけどこれ1行開けてます。一1行開けた上で次のところこういう形でえっと全体からこれ2時3時ぐらいですかね時下げをしてで始めてます。これはあの1行えっとインデントですね一つ一文字下げてます。これ下げないやり方もありますけどまあ一応下げてこういうふうに。 まとめて書いて最後にやっぱりページ数をどこから取ったかって書いてありますよねでこれ次1行開けていますでこういう風うにブロックで引く場合はえっとまとめこのまま文章の中に入れ込むと何だかわからなくなってしまうのでまあ、ここもそうですかね著作権を引いてますけどこういう感じで両方ちゃんと開けてこれは私の文章ではありませんということを明確に示す必要があるわけですでえっと もう一つここの場で注意してほしいのはあのよくあのレポートを書いて例えば2,000字のレポートとかを出しているのに例えば500文字とか700文字とか他の人の文章をわーっと引っ張ってでこれ読んだら分か,るよ分かりますみたいな感じでそのまま通り過ぎていくようなレポートを書く人いるんですけどそれはえっと。 教員の立場からするとこいつはもう自分の脳みそを1ミリも使ってないじゃないかみたいな人の文章で何かこう人のふんどしで商売するんじゃねえよっていう感じになりますよね。つまり引いたら使えってことですこれだけ引いたんだったらまあこれこれはもう説明のために引いてるんでこれミニマムにしか使ってないですけどこれ例えばここねえっとこの引用の趣旨としては。 アカデミックな世界の一員になったんだから、こういうルールを守るべきなんだっていうことが主眼ですよね。だから、アカデミックな世界の一丸一員となっていることを自覚してほしいというので、この中の文章の一部を使って議論してますよね。だから、えっと、開脚引用でも、えっと、ブログ引用でも同じなんですけども、引いてそのままにしてはいけないんですね。なぜ引くのか。で、それを引いた上で議論するっていうことが重要なんですね。 これは読者に対してこの資料を一緒に見て私はこれについてこう思うここの部分はこういうふうに解釈できるあなたはどう思いますかっていうフェーズなのでやっぱりちゃんと引いたら使うっていうことが重要ですそうじゃなくてこれ見たら分かるでしょっていうのは非常に乱暴なやり方になりますはいですねでえっと次要約引用ですね でこれはえっと6ページのの渡辺さんの本ですねこ,れかここに「書くのが苦手を見極める」っていう本ですけどもここに「渡辺哲二書くのが苦手を見極める」の第4章によると大学初年時生の自分の書いたものに対する評価は他の学生の書いたものに対する評価に比べて低くなる傾向自己評価が低すぎるにあるようです」と書いてあります。 つまりこれ見てもらうとこれ10ページぐらいの内容をこれぐらいにまとめて書いてある、ね、だからこれ本当に10ページの内容をそのまま引用したら膨大になるのでやっぱこうせざるを得ないんですけどもここで重要なのは要約してしたからにはあのここの文章の全責任はこれを要約した人の方にあります。 えっと会議書き学校とかブロックで取った場合はその文章の書き彫りに関する責任は元の文章の書いた人にあるんですけども要約した瞬間にこれ要約した人の責任になるので例えば渡辺さんがですね「私はそんなこと言ってない」とか間違って要約してるって指摘されたらそれは非常にダメージになるわけですよねだから要約引用はとても便利なやり方でこうする以外に引用することができない場合も多いんですけども。 やるからには責任はその要約した方にかぶるということをよく理解してちゃんと誤解のないように自分でちゃんと理解してえっと要約して書くということが重要になります。はいえっと、7章の説明はここまでですね